誰かの声が聞こえたような。これは浴室からか。おじさん、聞こえますか？これはクラリスの声。風呂にいるのはクラリスか。って落ち着いてる場合か。まずい、浸かる前に早く出ないと。ダメです、離れないで、こっちに来てください。え、今なんて。恐れることはありません、こっちに来てください。それとも嫌ですか？これは誘われているのか。ということは、絶対にダメだ。どんなに誘われてもそれはいけないことだ。さあ、もっとこちらに来て、私を抱きしめて。そんなに誘ってくれるな、クラリス。ああ、嬉しい。これで願いを叶います。私たちは命を果てて一つになる。さあ、共に湖の中に。待て、命果てて湖、風呂なのに。もしかして演技の練習をしているのか。ここまではやった。よかった、あのまま浴室に入っていたらとんでもないことになっていたな。ああ、助かった。自分の理性に感謝しよう。